いや、TikTok で絶対笑わないみたいなのあるじゃん。逆を行こうと。TikTok 来たら、何か面白さを見出して、見出してから笑う。はい。あ、今ね、ネイマールとか行って、ああいうのが来たら絶対に笑えない。あれはやばい。マジで地獄すぎる。まあ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 、ちょっと更新しますよ。はいはいはい。え、きつすぎじゃない？これどうやって洗うんだ？まあ、こっちを見ろ、こっち、こっち見。いや、詐欺師の字が、みんなわかる？詐欺師の字が明らかに日本語じゃない。なんか、お隣の国にありそうな、その、文字あるじゃん。文字の配列が大丈夫でも、ミニチャ、コハンチワみたいな感じで、パッと見、あ、詐欺師かなって思ったら、あ、違う、みたいなやつだ。面白い。なるか？どう洗えばいいんだよ、これ。お前、詐欺師って読めるけど。どこで笑おう。やばいな。なんでここ開いてんだよ。なあ。なんでここ開いてんだよ。なんでここ開いてんだよ。これ。なんで開いてんだ。面白いな。ドア開いてたら面白いな。あ？はあ、まあまあまあリセッシュをやって、うん、いや、スタイリッシュに天に向かって唾吐くな。面白いね、スタイリッシュ。あ、突っ込んでんじゃねえか。いや、そのスタイ、このね、まあ、唾でプッてってこうやるのは汚いけど、スタイリッシュにやることでこう面白くねえな。どうすりゃいいんだよ。どうやって笑えばいいんだよ。いや、こんだけスタイリッシュなのに、なんで野球のこうボールをジャンプしてるとこなんだよ。こんなスタイリッシュなとこ出てて、なんでアイコンは泥臭いんだよ。汗まみれなんだよ。青春なんだよ。面白いな。ツッコミだけど、ツッコミで面白さを見出すっていうのね。いや、個人情報とかいっぱいあるじゃん。何感動のちょっとうるってきそうな感じで歌歌ってんだよ。そこは盛り上げろよ。面白いな。むずっ。無理だろ、こんなんで笑うなんて。もう掘削機みたいのがグングングンって中にチュッパチャップスをいっぱい入れるって。これでどう笑えって言うんだよ。なあ。で、どこで面白い。なんでアイコンがゴリラなんだよ。ダメだな。くそー。どこで笑えばいいんだよ。なんで青なんだよ。なあ。いや、青だろ。うわーうわーわあ。飴だけかと思ったら、なんかもう一個あった。それは面白いわ。あー、面白い、面白い。これ面白かった。これは面白いってことにしておきます。なんでダリティララドゥーララなの？このチョコのこの、こう切ったら無限に増えていくんじゃないかって言うけど、ここがなくなってますよっていう解説に対して、なんでダリリドゥーラララみたいな、なんかドゥーはディリディみたいなやつ流してんだよ。なあ。なんでそれ？ほんと面白いな。むず。いやいや、わかったわ。面白いとこ。ここだ。
みんなわかるかな。くそ、なんか背景になんか個人情報とかないか。ないよな、個人情報。個人情報ないよな。まあいいや。ここの、ここのみんなわかるかな。この板あるじゃん。この板あるじゃん。この板がなんか、こう四角のくせになんかここだけピョニョンって出て、クリアファイルのペラってやるとこみたいになってる。面白い。なんか可愛くなるやつね、どうせこれ。そのなんか、冴えない女子なんじゃないかなと見せかけて可愛くなるってやつね。どう面白さ見出すか。そんな可愛くなかったし、これ面白かったな。この俺がやるやつあるじゃん。手のこの甘さが面白かった。この手の甘さが面白かった。こう押さえてるのに、ね、ここ開いてる、ここ開いてるっていう、そこ面白ポイント。面白い。あ、これやばいぞ。うわ、やばやばこれ難しいな。ひょっこりはんのオリジナル楽曲言ってる時点で俺この動画やばそうだし、そもそもね。うん、それなのに何が一番やべえかっていうとよくわかんない、なんか。まあそういう、まあ、俗に言うお姉さんがこのカップを持って顔隠して、それでただひょっこりはんするって。やばさ、顔出てる時にちょっとリズム乗ってるっていう。これ面白いね。ここが面白い。まあこれなんだっけ、ケースワベさんがなんかやってるキャラクターのなんかかっこよくしてる格ゲーっぽくやってるやつをただ並べてるだけっていう、手抜き感が面白いね。多分これケースワベさんだよね。ケースワベさんがいろんな人のキャラクターいるじゃん。カールのおじさんとかマクドナルドのその一味たちとか、そういうのとかをむちゃくちゃ可愛い系のくせむちゃくちゃゴリゴリの筋肉でいみたいな、そういう絵なんですけど、何も面白くねえな。この絵は好きなんだけど、それを流されるだけ でよくわかんない音楽を流されるって、もう TikTok クソだな。うん、面白いと思うもんが出るまで俺は見続けるわ。こういう系面白いんですよ。なんかまあパッと見、今見たのは魔女の宅急便の危機をこう殴るっていうゲームをしてるんですよ、みんなで。そしてこう、おーおーってこう、なんかこの看板みたいな、はい、あーみたいなところで、そのてーみたいな感じでなるみたいな、面白いはずなんですけどね。そのセオリー的には笑えなかったですね。うん、いや、そのなんか自分むちゃくちゃすごい人ですよアピールじゃなくて、TikTok で笑えるまで終われません。
逆に面白いかな、なんか。やば。中町 JP は強敵だぞ。どうしよう。いや普通に面白かったけど、中町 JP さん面白いじゃん。うん。だ難しいですねこれ。どう判定するか。でもこれ中町 JP さんの動画引っ張ってきたやつでしょ。多分中町 JP さんがやってるわけじゃないでしょ。違いますね。じゃあこれカウント早めですよな。中町 JP が来た時はびっくりしたマジで。うん、あれはねもう、ああ終わったなって、この動画終わったなって思いました。っていうかもう面白そうなのを見てやるか。今のは成瀬さんの音源を使った筋肉野郎のやつですけど、まあ TikTok で面白いのは中町 JP だけということで、あと成瀬さんですね。いやー地獄だな。いや TikTok 載ってるんだろうけどさ、
TikTok 雑談していいかな。今 TikTok 載ってんだけどさ、よくみんなあのノリノリに突っ込めるよな。あれカットしてんだろうけどね。TikTok ほどカットが必要な動画ってないよ。 TikTok ツッコミってマジであれカットしないと無理だと思う。あーまあなんかすごいね、ダラダラとした動画になってるけどね。結局お前数字狙いに行ったん、始まる数字狙いな、普通じゃん、あーいつもの雑談ってなってる感じ。もう雑談よりひどかったけどね。前のなんだろう、ワンピースの、週刊ジャンプワンピース読破まで雑談はね、6分くらいみんなね、俺がぼーっとしてるのと、あなんかね、口笛で歌ってた。うん。何を歌ってたか覚えてないけど。いやー、TikTok ね。やっぱ可愛い人を見る、あの、アプリだよね。ぶっちゃけ。うん。可愛い人を見るアプリなんで、これは。面白いものを求める場所じゃないから。全然可愛い人みんないいよ。もう。ね、いや、可愛い人見るアプリです。なのでね。あ、フルルっていう人か。にーね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 ーめーみたいな。あれは面白いけどね。面白いけど笑いはしないけど面白い。うん。あれ狙ってるとしたらあいつ頭いいなーって思いながらね、見てますよ。頭いいんだろうな、こいつって。狙ってやってね。うん。頭いいだろうな、こいつって思いながら見てますけど。フルル、フルル、フル、フルル、フルル、フル、フルル、フルル、フル、フルル、フ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 ル。かいいな。やっぱね、和コードの可愛い度をね、見に行くためのアプリが TikTok ですから。なんだ。ルフィ VS カイドウ、ワンピースチョッパー1022話。あ、これね、俺見たよ。この、誰かが書いてですね。意外に好きだけどね、この画風は。はい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 。ということでね。はい。はい。ということでね。はい、ひょっこりはん固まったら、それ面白いな。デルデデルデルデン。デルデデルデルデン。デルデデル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